おはようございます。はい、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。お願いします。こっちも貼ってありますけど、CBTR。CBTR って何の略だったっけかな。何なんですかね。まあ琵琶湖一周のラリーのやつやね。ああ、そうですね。多分。うん、多分 B は琵琶湖ってのは分かるんやけど、C と T と R が何やったかなと。ということで今日11月4日は、八千君と琵琶湖一周の、ラリーのツーリングに行ってきます。はい、行きます。はい、よっしゃ。じゃあ久しぶりに、久しぶりに八千君とツーリングよね。よいしょ。はい、じゃあ出発。ちょっと今無線機を持ってないんで、ちょっとツーリング中の会話ができないのが少し寂しいですけど、まあ、その分、ね、一人で一人ごといっぱい喋ればいいんかな。やっぱり日が昇ったらちょっとあったかいね。まあ、ぬくぬくじゃないけど、まあ出かけの5時過ぎの真っ暗の頃から比べたら全然あったかいわ。いや、今日も20度超え、24、5度ぐらいじゃなかったっけね。え、夏日いっかどうかやね。昨日も予報車27度やったしね、加賀地方。もうほんと暑かったしね。とは言ってもまたこの時間はそれほどでもないね。どちらかといえば寒いっていうぐらいか。とりあえず、一気に木の本インターまで、高速で行って、琵琶湖の方をぐるっと回るという、そういうプランになってます。彦根城とかね、あと、何神社やったかな。あ、近江神社やったっけかな。うん。あの辺りのところは、行きますね。まあ、道の駅とかも、チェックポイントになってるんですけど、ちょっとそこはね、うん。特に用事がなければ、もう本当通過でいいかなと思うんですけど。で、琵琶湖。ね、昔はよくね、ツーリング行ってたんですけどね。いつの頃からかあまり行かなくなったんで、まあちょっとね、これを機会に、琵琶湖の湖周ツーリングを堪能したいと思います。右側直進ですって言った時の。あ、こうか。中部循環道の分岐があったら、そっち入るなよってこと？中部循環道もね、こっから、荒島の方まで繋がったって言ってたな。さらにそこずーっと伸びて、くず湯とかずっと今工事してますよね。あそこ全部繋がって、岐阜白鳥まで繋がるようになるんだよな。鯖江の次はどこだったっけ。竹津か。で、竹津の次が今城。で、駿河。駿河の次が、もう、木の本まで行っちゃうんか。駿河まで32キロ。すごいやね、駿河までは。で、ナビの方には、木の本降りた後、行く最初のチェックポイントまで設定してあります。で、到着予定時間が、8時29分。今、7時半だから、1時間後ぐらいか。まあ、そんなもんか。昨日も降りたら一応給油なんですよ、ね。自分は全然どうもないけど、まずね、八千君の、バイクは燃費があまりよろしくないということで、燃費がよろしくないというと、皆さんその MT10 も思い出したけど、どっちが燃費悪いんやろ。満タンでスタートで、どっちが先にもう給油やっていうか、ちょっと一緒に、ツーリングしたいな。いやー、ちょっと平沢君にもね、やつが見習って、きちんとギリギリになる前に、これ申告してほしいところよ。次40分だな。もうそろそろ1時間ほど経つから、やっぱ静岡だけで一遍休憩にすっか。ああ、静岡だけも木の本もこんな変わらんかと言ってまうか。そんなに変わんないな。木の本まで行っちゃうか。滋賀県入った。本日のメインステージの滋賀県です。
あ、本当や、濃霧警報、警報じゃない、注意報か。濃霧注意報が出てたからな。早速この辺からもう霧出とるわ。しかもなんかさっきより冷えてるな。あ、トンネルの中通過してたし、あったかかったのかな。しかも、鶴岡あたりでのあったかさじゃねえわ。冷え冷えやわ。もっとあったかいと思ってたんだけど。静岡って1キロ。やけど、ここからもう3キロもないで、キロ元なんて、降りちゃいますね。やんまぁ。あの看板見ると、ああ、この辺まで来たなーって。まずじゃねえ。お、経路もちゃんと、インターチェンジ出たら左折になっとるし、ちょっとスタンドや。あ、八地くんは ETC、まだつけてないんで、手渡しになってますね。でも高速乗るの初めて言うとったもんね、今日。そこのスタンド入ります。あ、自分そこで待っとるし、うん、あの最初のチェックポイントの道の駅近いし、そのまま行ってしまうね。分かりました。何キロぐらいやろ。 8.4 キロか。おー、まあ、近いわね。昨日も通りた、ここか。ここやね。昨日もとかこの辺やしね。途中から44入るんかな。こっから先は、ナビにお任せや。ナビに任せといた方がまあ楽やしね。普段ナビは使わんけどね。決まったポイントに寄っていくって時には、ナビに案内させといた方がいい。はい。出発。あ、44号線や。じゃあ、あとはこのまままっすぐ行くだけやね。久しぶりに琵琶湖一周やね。でもこっちから回るってあんまないよな。あんまり琵琶湖一周自体もそんなに数やったわけじゃないけど、バイク乗り始めた頃は何度か来たね。濃霧注意報だけど、さほどでもないな。あ、これなんかある看板。なんやろ。いや、まあ侵入するなとかそんなんかもしれんけど、何らかの逸話があってそれを解説した看板の可能性もあるな。それやったらあの距離だったらちょっと見に行っとるな。あー、でもやっぱ霞んどるね。やっぱ琵琶湖があるから切り入れるんかね。ね、切りって水分やから。いや、でもほんとこの辺っていうか、この道走ったことねえんかな。全然もう、印象がないわ。まあ、琵琶湖一周自体もう、一番、今日覗いて一番最近で何年前やろ。10年以上前やしね。通ってたとしてももう、記憶が残ってないんかな、やっぱ。おー、琵琶湖、ここが琵琶湖です。来たねー。来ましたねー、琵琶湖。あ、ここや、ここ。水鳥ステーション、ここ。ここが第一のチェックポイントでーす。あ、でもちょっと暖かくなってきた。うん、ちょっと暖かくなってきたぞ。さっきよりも 0.8 度ぐらい温度上がった気がするわ。来たな。水鳥ステーション。ここやわ、ここ。お、バイクも結構おるね。ここでーす。喋っとるったらチェックポイントのチェック入れるの忘れてまいそうやし、もうやってしまう。 LINE の、はい、この CBTR のやつ開くと、なんかここに、うん、対象スポットっていうチェック、はいはいはい、左上のこれを押すとなるらしい。これねんかな、うん、こいつを押すとなるんじゃなかったかなと、はいはいはい、今自分もしてみてんけど、これなったんで。これですか、ここですか、これ。うん、ここですね。うん、ここ。
あ、GPS 取得中になったこれやわ。あ、スタンプゲットって出たし、今でいいんやわ。あ、なるほどね。はい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 。ちょっと面白いね。あ、なるほど。ちょっと面白いね。なるほど、この調子で今日順位10個。はい。うん。月曜の夜ぐらいから。あ、具合悪かった。そうですね。10回ずつ吐いたみたいな。すすい。被害あった3人の共通点は、うん、僕が魚釣りで釣ってきた魚を食べたっていう。あ、それそう。食当たりみたいなもんかね。いや、申し訳ないかもしれないと思っちゃう。いや、まあまあ、ほんでも大事に並んでよかった。あ、次市役所か。あ、うん、市役所はし、多分そこも行ってポイントしたらっていう感じだね。特に久しぶりに乗ったって、今年全然乗ってなかった。全くですね、本当に。そう、ツーリング1回目な気がします。そうな。もうシーズンいいんやけども、ラストシーズンや。さて次は長浜市役所ということですよ。ここから先はGoogle でルート登録したこっちの方で、案内聞いていきます。お、なん、うわ、綺麗なコスモス。いや、昨日も咲いてたけどね、ここまでなんかビシッと咲いてるのがすごいな。あ、長浜市役所閉まってる可能性ありますけど、上がってますよ。休日やしね。ドームハウスよ。あのドームハウスかね。もうちょっと太陽出てもいいんやけどな。もうちょっと暖かくなってほしいな。やっぱり普段この子今からもう見る景色が新鮮で、なんかすごくワクワク感があるね。琵琶湖タワーのあったあたり、もうあのロボットももうなくなったよな。琵琶湖タワー、あるうちに行ってきゃよかったな。琵琶湖タワーへ行こうって CM 流れたもんな。あ、なんか城あった。これなんや。おーい、これ何の公園やこれ。お城、こんなとこも全然もう土地感もないからね。本当にもう市役所、まあ市役所ぐらいまではまあ分かりやすいかもしれんけど、行けって言われてもやっぱなかなか道がね、観光地じゃないからマップとか見てもね。この先右折したらどっかすぐそこっぽいな。1キロ先右折。あ、税務署や。なんか嫌な気分になるな。お、市役所って看板ある。ここか。これか。これでも止めるか。よいしょっと。結構なんもないっすね。まあ市役所やしね。結構普通の市役所なんですね。よいしょ。踏んでないですか。あ、今度ちゃんと入っとるわ。はい。あ、完璧ですね。うん。え、次もしかしたらこれどこや。彦根城ですね。ちょっと。うん。彦根城か。彦根城もうこの時間行っても中見れるんやろね。ああ。今はさすがに開いとるやろね。うん。うん。開いてる気がしますね。多分。もしかしたらもっと早く開いとるかもしれんけどね。はいはいはい。うん。確かに。よし、はい。では行きまーす。日差しもだんだん強くなってきたな。霧も晴れていくかな。さっきはちょっと見えるようになったような気がするな。
のハーレーの人もこのステッカー貼ってたな。大見母の里、あ、ここは来たことあるな。この名前は覚えとんやけど、ここは入ってないしちゃうよな。今のところはなんか来たことあるな。あ、だいぶ毛が薄なってきたけど、もっとスカート見えるようになってほしいな。午前中はこんな感じなんかな。彦根城、ここは地名的に彦根っていうとこなのか。彦根はおるんかな。彦根はおったら写真撮りてえな。いや、この中にある人が住んでる島、ここもちょっと行ってみたいね。前一遍行こうって計画してたけど、ちょっと都合悪くて行かれんだんやけど、からの季節だとちょっとあれかな。また来年かな。来年ちょっとまた機械作って行ってみたいね。津軽橋、あ、見えた。あ、ここに天守が見えてますよ。でっかいの、これスポーツ公園、これなんや。昨日ここなんかお祭りかなんかが、なんかパレードで彦根城とか渋滞と書いてあったな。ああ、いや、昨日天気良かったけど、昨日じゃなくて良かったな。ちょっとここで少し観光していきますかね。駐車場どっかあるんかな。なんかすぐ近くに駐車場あったよな、昔来た時には。今度城内かっていうぐらいのところに止めた覚えもあるんやけど、あ、でもどこやったんやの、場所がよくわからんけど。おお、結構でけえな、やっぱ来たっていうのは覚えてたけど、詳細まではもう覚えてないな。こんなでかい堀やったんや。そうか、こんなとこまで道路通っとんやんな。いっぱいか。そう、そこバイク入れそうやし、いっぺんちょっとそっち入り口、うん、ちょっと聞いてみるわ。あ、そこ。よいしょ。なんか昨日お祭りでパレードとかって看板で撮ったんね。出てましたね。昨日じゃなくてよかったね、はい、しかも明日は明日でマラソンとかやったもんね。ちょうど今日、うん、ちょうどいいところになってる。でもあんまりチャンネルに回りすぎると時間どんだけあっても足りないし、ちょっと、あ、そうですね、うん、今9時47分か。まあ1時間ぐらいにしとこ、うん、次にちょっとチェック入れてもらおうかね。あ、本当っす。こんだけ近ければ大丈夫やと思うんやけど、なんか場所によっては2キロ以内やったらできるとかっても書いてあったもんね。それいかんでもいいんじゃねえかなと思う。参考になっとる。しゃあ、半径だいたい半径、うん、200〜300m ぐらいやんね。ここは 800m 以内でスタンプゲットになったの、はい、あ、本日のヒコニャ、あら、ヒコニャ、これは11時からか。うわ、11時はちょっともうおらんね、残念やけど、うん、あれが、これまだそこで案内しとる。今ここか、まだこんなとこもあるん、それぞれ別なんか、ちょっと多分全部回れんし、うん、こっち側だけでいいんじゃないんかね、はい、大丈夫です、うん。彦根の方、大人1枚、はい、博物館の内方でお願いします。はい、ありがとうございます。お一人さんの800円です。はい、ここ左からどうぞ。あ、はい、なるほど。どうか中入るのに靴脱がねえかんのやんね。彦根キャッスル、おー、ちょっとこれ疲れたって手すりやと思って手かけるとちょっと怪我しそうやんね。ちょっとプシュンプシュンプシュンって。そこなんか門かなんかの建物かなと思ったけど、ちなみにここのボスは誰なんですかね。
ボソボソなんやろ、はい、誰やったんやろ、多分そういうのもここのパンフに書いてあるんじゃないかな。ヒコニャンじゃないのは間違いないわ。そうですここはな、太鼓丸、うん、ここは堀切りか。天秤屋号だ、覗いてこようか。もう今に普通に低いね。ですね。あの正面の山がそうなんかな。石田三成の居城やったって書いてあるんね。この柱なんかもこれあれやんね、カンナとかでこんな風に削ったんでないし、これ再建したとしてもやっぱ当時のやり方でしとるってことなんやもんね、うん、みんなそんなんやもんね。ちょっと表出てから履き直そう。よいしょ、はい、あ、なんかね、箱になんかヒコニャンのパネルがあるんね。ちょっとここで写真撮るけ。そうですね。そしたら。こういう写真を後から見ると、はい、ああこの時楽しかったなーって。もうミニ写真付き記念カード無料で一組プレゼント。お。今度あるじゃないですか。うん。でも買ってくださいみたいなのを言われるやつ かな。お、結構薄暗い。ん、あ、暗いですね、確かに。こんだけ薄暗いと GoPro もう結構弱いんよ。あ、そうなんですね。昔のやつちっちゃかった割には結構建物の天井も高いしでかいよね。でもこの天使って国宝になっとんやね。うん、あ、そこも上上がる人の列がついとんや。お、すごい急や。お、あ、まだ上上がる。まだ上か。お、お、ここが一番上か。さっきあのでかいあのスタジアムなんかと思ったけど、確かにあれ見てまず思ったのが金持っとるわと思った。真ん中サッカーとかできるんやろ、ね、ですね、うん、サッカーと野球ですよ ね、いやでも金沢はまだあって残っとるだけマシやわ。福井なんかこう県庁が建物になっとんがいね、はいはい、やしもう本当になんかもう堀となんかこの石垣だけしか残ってないし、ね、建物もいや焼けたかなんかでなくなったんやろうけど、うん、丸岡城最近行った気がします。あ、そっけ、丸岡城ってあれ実は結構古いんよね。日本最古の天守と言われとる一つ、そうやったかもしれないです、うん、書いてあったかもしれないです、ね、国宝指定書っていうのがあるわ。あれ45号とか、写真あれどうする、していく、どうしましょうね。ああいうの本当は女の子とか家族同士で撮ると思うといいんやろうけどね。今回パスしよっか。ね、それあの懸命やと。みんなあそこからも天使を撮影しとるね。なかなかいい感じに見えるんかな。お、本当にいい感じやね。今で今今で3カ所か。3カ所目です。1、2、3カ所目やね。3カ所目です。うん。次がなんかあのお食事のお店のところ一軒あるんやけど、別11時からやからといってそこで食べないかんこともないんやけど。
もうお腹空いてあれやっていいんやったら別にそこでもいいけど、名古屋やん。ああ そんなとこやったね。で信長の館、信長の館とかも なんかちょっと見たい気もするけど、はい、ペース配分考えるとちょっと絞らんとちょっと厳しそうだね。え、もうなんや、超至近距離にワークマンプラスあるんですけどもちょっとだけ買っていっていいですか。あ、いいよ。普通の水や、イロハスや。エネルギー補給してる。ああ、ちょっと冷たいのいっぺんのとちょっと頭痛いのできたわ。目の奥が痛いんやんて。袋再利用、どっか袋返すとこあるんかな。あ、持ち帰って再利用しようや。あ、使ってくれってことか。なるほどね。さあ、ほんならじゃあとりあえずチェックポイント1個増えてワークマンプラスいかないかんね。ああ、そうや、忘れてましたよ。忘れとったわけ。ではあ、芋。今からワークマンプラスへ向かいます。シークレットチェックポイントです。この辺も全部彦根城の中なんやもんね。はい、ありがとうございます。いい、まあ、じゃあここでその待っとるわ。うん、すぐ買ってきます。あ、早かったぜ。はい、なんかいいのあったん？これあればもう、もうレインパンツ、これ普通に冬用の防寒パンツみたいなもんなんね。そうですね、中綿も入ってますんで。うん、おお、これさえあれば、うん、これさえあれば帰りは、うん、公園と住むのよ。あら、はい、あのさ、じゃあそこでお食事ということで。はい、はい、よいしょ。この島見えるけどな、あの島ちっちゃいから、あこは人が住んどるってことちゃうんやろうなと思うんやけど、どっかこの辺りやね、この視界の中に入っとるんかな。なんかあそこにちょっと変わった変形した建物があったけど、あれかな、あのちょっと土色というか黄土色の建物。あれだね、あれ。よし。あ、ここ当たった。あ、ここや、ここ。ここから入れたわ。どこあんなすぐそこから入れると思うんだな。よいしょ、はい。バイクよく来とるわ。やっぱみんな、ちょうどここでお昼にしとんよね。結構駐車場埋まっとるな。止めるにはちょっと厳しいけど、とりあえずそこ入れてもて。うん、ちょっと自分がなんか見るわ。ここでもいいんかな。なかなかの、あ、ここなかなか格式な高いところで。ちょっとそこ英語値段するんで。さっき冗談で撮ったのは冗談でなかったんで。なぎのオムライスとか、うん、なんか変わった感じで。確かに、うん、このお店の
ランチ券、ちょっと間違ってタップしてすでに使用済みです。これよく見るとスタッフに押してもらうって書いてあるよね。うん、罠やね。うなぎオムライスさん、はい、来ました。じゃーん。で、このタレ、こいつをかけてくださいっていうことでかけます。お、いい感じだね。なんかすごいね。いや、すごいですね。なんか回らもそうに久しぶりに見た気がするわ。確かに。確かにそうですね。うわ、そう。まあ、単純に金額だけ見ると、ちょっとあっと思ったけど、内容見たら、まあ、十分納得だ ね、 ね。これ、うち帰って、この食べたいで写真見せたら怒られるよね。でも、なんか写真撮らんわけにいかんし。いただきます。うん、お、わ、本当に、本当にうなぎ入っとるわ。琵琶湖ってうなぎ取れるんけ？わからんけど。うん。うん、おいしい。久しぶりに食ったかな。そうっすね、確かに。はい、会計は別々で、うん、はい、はい、じゃあどちらから行きましょう。あ、空港の方、これお願いします。ここタップ、はい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 、ありがとうございます、はい、さて、後半戦出発。時間的に後半戦やけど、スポットの数的にはまだ半分じゃないんやけどね。はい、行きます。次が安土文芸館。そっか、安土信長のが行ってたの、中身までよく 見てなかったんやけど、気にはなるけど、まぁ、ちょっとね、想定してたよりもちょっと時間かかってるんで、さすがにちょっとそこはパスやね。よいしょ。いや、アイクいっぱい来てほしい。左手忙しいなぁ。ああ、ここまで、うん、ここまでもピースサインいっぱいするのはなかなかないわ。まあ、この辺りじゃ当たり前なんか知らんけど、やっぱ北陸じゃなかなかバイクの台数も少ないからね、ここまで一生懸命手振ることないわ。岸寺町を曲がります。結構ステッカー貼っとるね。この方向からすると今の荷台なんかも今自分らが行こうとしとるとこから来たんかな。なんかこう同じ目的持っとる、うん、水知らずの人っていうのがなんかすごい不思議な感覚がね。そこの止まり左か。で、曲がって、どこや、次。なんかもう近くなんかな。まだか。まだなんか14分かかるって書いてあるな。続いて右行って、あ、すぐ右か。4キロ道なり。今回はちょっと離れとるな。いや、でもなんかあれやね、ナビに案内されて走ってたら、なんかもう行き先とか曲がるとことか何も考えんで走れるっていうのはなんか楽やけど、ちょっとなんか怖いね。何もせずともね、導かれてるっていうのが今の日本の政治のようでね、知らない間に変な方向に持ってかれちゃったとか。だから皆さん必ず投票行ってくださいね。うん、誰がやっても一緒、あれ全然ダメですよ、うん、一緒じゃないんですよ。ダメならどん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 ダメ出ししていかなきゃ変わっていかないの。
一度や二度ダメだからといってそれで諦めちゃダメです。大した手間じゃないでしょうからね、必ず投票行きましょう。あのバイクも絶対にこのラリーの人やね、多分 Google で案内さしとるから逆方向でもやっぱ同じ道ね、今までのバイクみんなそうなんじゃねえんかな。お昼過ぎたけどやっぱり霞んでるね。そういうもんなんかこの辺は。なんかすっげえ煙やな、火事かっていうぐらいの煙の舞い方しとるんな。ここは琵琶湖じゃないよな。なんやろ、ちょっとわかんない、帰ったら確認しときます。水郷の里って書いてあるよ。あー、水が多いとこなんやろね。これあんなとこで止まってるバイク、もう何台もおるの、4台もおるんか。もうああいう原付通勤はいいんやってね。町内で同じバイク乗りの人で持っとる人はおるんやけどね、カフ。原付というかね、まあ、ミッションの原付乗っとる人は何人かいるんで、ちょっとみんなで原付ツーリングしようさ、みたいなことは、たまに話が出るんやけど、スイス実現しないと。ここどの辺かな。全くちょっとピンとこんけど、あ、でも東大見市。大見市かさ、なんか聞いたことはあるような気がするな。まあ、角生えてるみたいやったな。あんな出っ張りをつけてもいいんかな。なんかいい感じの、風景やね。田舎というか農村というか、そういう雰囲気が好きなんや。ここか。あ、これか。安土城考古物、考古が、あ、はいはい。信長の館って書いてある、これか。あれ、なんか目的地としては、安土文芸館って書いてあったんやけど、なんかいろんな呼び方があるぞ。全部一緒なんか。頭当たりそうだな。いやあれか。ああ、これやわ。うわ、でっか。全部、ああ、これ全部ひっくるめて文芸の里って、そんなんなっとるんか。はあ。考古博物館はちょっと気にはなるんやけどな。結構大層な施設やね。そうですね。なんかいろんな呼び名があるしな、どれと思ったけど、全部それなんや。この一日もんやわ。やっぱ パスやね、ここは。まあ次またこの辺来る機会があったら、ちょっとここを、そうね、ここを見に来るっていうツーリングにせんといかんね。写真撮るか、あんな。一応建物です。こっちの建物も。あ、はい。ちょっとあのなんか、なんかわけのわからんマークいっぱいのやつだけちょっと取ってくるわ。あれ何やろ。あ、これ日時計か。はぁ、あ。何そうなの。いや、これもよく見たらね、ここだけでも相当観光スポットはね、やっぱ知らんだけやね、ほんとに。うん。で、こういうの見て、じゃあ次は、近江八幡ツーリングっていうふうに言うんやけど、なかなか実現しない。よいしょ。いずれかの機会にまた来るということで、はい、よいしょ、はい、お、結構ここ、
あず、ここは安土城、ここやってここ石垣っぽいやつもそうなんかな、当時のやつかな。お、安土城跡って書いてあるわ。あー、へえ。おー、ここいいな、ここ来たいな。いや、ここは来たいね。ここは来たいね。いずれ来ます。いずれって言ってる時点でもう怪しいけどな。ここって道としてどうなんかな。 Google だから引く道のような気もするな。 Google も変な道は選ぶけど、まあこういうのも、うん、なかなか体験できんルートやということで受け入れるしかないね。こっちのナビにはな、表示がないんやってな。まあ、200メータースケールやしかもしれんけど、そういう道はちょっとね、ナビ専用としては多分弾く道やと思うわ。まあ、なんやこれ。木って書いてあるんかと思った。ちゃうわ。こういう交差点やったんや。川かと思った。ちょっと川じゃねえな。これなんや。なんか湖。11キロ道なりか。今回もちょっと離れとるな。まあさすがにね、琵琶湖の湖周何キロあったか知らんけど、10箇所を10等分で割っても一個一個はかなりの距離あくはずやしね。まあ、10キロ以上なんて当たり前か。ここまっすぐ行くと、また琵琶湖の、湖畔を走る道になるんかな。近江牛の丼。さっきの店にも近江牛の牛丼があったんやってな。どっちかと迷ったんやって。迷ったんやけど、まあ、変な話。近江牛のなんか牛丼とかってなんか食ったことあるような気がしたし、じゃあ食ったことない、うなぎオムライスにしたわけなんですよ。うまかったね。お、ここは桜並木か。この春になったらこの桜見に行きたいなってとこはいくつかあるんやけど、何度も言うとるけどね、時期が短いから一回であっちもこっちも行かれんのやってね。桜の時期が短いからね、眺めるのもね、もうほんの一瞬、刹那の瞬間を大切にするっていう、そういうわびさびなんじゃねえんかな、桜は。あ、今んとこでさっきので5つ目やったか。やっと半分回ったんやな。ちょっと一緒なやつよ。あ、日野川や。この日野川って、あ、こそ日野川とちゃうような、全然場所違うし。ねえ、あの、福井の、あの、日野山のそば。日野山あって日野川、どっちが先なんかな。ちょっと別に日野っていう何かがあって、日野山、日野川でついたんかな。じゃあ、わからんね。まあ、なんかそこでかい。島かな？人が住んどる島かな？例の。いや、わからんけど。あれ、対岸か。だいぶ近づいとるんやんな。この霞んどる山は。あ、ここか。またこういう。変わったところから曲がるのも Google らしいね。
守谷市小浜町、小浜と読むのかな、ここも小浜かな、そこか。え、どうだよこれ、なんかこの細かいところばっかり行けど、とかでかいところをドーンと行ってまたガーンと曲がってシャーと行った方が早いんじゃね。なんか琵琶湖108令城って書いてあったんかな、なんか登り方上がっとってんけど、どうかそこのなんか寺院風な建物にそんなんがあるんか、108箇所。もうあと1年、2年で死ぬわってなった時に、ハブでそういうの回るツーリングしてみっか。いや、待てよ。もう1年、2年しか寿命ないんやったら、もっと他にやりたいことはあるかもしれんな。何やりたいか、まあ、その時になってみなあからんけど。もう他にやることないってなったら、じゃあ、琵琶湖108令城や。あ、パラグライダーか。あ、どっから飛んだんやの。こっから飛ぶったってどう、まあ助走できれば飛べるんかな。わからんけど。なんか動力つけとる？わかんないな。動力があれば、なんか自分で滑走してから飛べたんじゃなかったっけかな。ちょっとよくわかんないんやけど。でもどっか回るような高いところないしな。あるけどここまで来れるんかっていうのがあるしね。あー、でもなんかちょっとでかいし、なんか動力積んでそうやな。あー、やっぱ道の駅はね、この後か。近いんやな、じゃあ。カラスマ。そうですね、そんな名前の道の駅あったな。お、ああ、カラスマ半島って。なんかちょっと突き出てるとこやけど、そこ半島のなんや。そこなんや。なんか目の前のどこか、あの辺がそうなのかな。なんかタワーみたいなの立っとるけど。ここです。でもこの道駅草津って書いてあるけど、取れるとこねえな。しゃあねえな、これはしゃあないんやって、ごめんなさいね。つうことでここでも止めさせてもらおう。ここでてか、あの道の距離的にはだいたい半分ぐらいやと思うんや。だいたいちょうどあの琵琶湖のこっち側の先端のあたりやし、そこで7箇所やし、もう反対側回ったら全然ないってことやね。ひたすら走るっていう。6箇所目やね。はい。ここでちょっと一つ、どうしようかという相談なんやけど、これあの、Google の経路だとこの橋渡ってピュッて行くんよ。はいはいはい。で、本当に琵琶湖一周って言いたかったら、もうちょっと足伸ばして、こっちからキュッと行くと、本当の一周って言えるかなと、微妙なとこなんやけど。そっちにしますね。そっちにする？ちなみに、あの、急がば回れっていう言葉が生まれたのが、はい、この琵琶湖なんや。あ、そうなんですか。今日、はい。まーす。ああ、カラスマ半島はまだこの先なんか。信号の向こうか。これはちょっとまた別の機会やね。だいたい毎回ね、そういう
その時行けないところそう言うんやけど、行ったことあるんかな。あるところもあるんやけどな。ちょっと今すぐ出てこん。リハイキ習慣、何やこのリハイキ習慣って。そんなもんやっとんか。いや、公式でビワイチって言うとるんか。ビワク一周のこと。個人的には、そのビワイチっていうのはちょっと五感があまりいい風に感じんし、やっぱ好きじゃないんやってね。大体案があるかと言われるとないんやけど。まあ、それならそれで、じゃあなんとか一っていう言い方をそのまま採用して、よくやってる白山一周も白一でいいんかな。これテント張っとる人は今日泊まるんかな。夜はそこまで冷えんのかな。大丈夫なのかな。あ、ええ匂い。ああ、肉焼いとる匂いやわ。ええな。肉食いたいやないや。いっぱい人いるな本当に。いや、この時期でもこんだけキャンプ客が賑わっとるなんてね。え、やっぱり何のこんで、やっぱキャンプはまだまだ人気があるのは。あ、でも20度あるんか。ちょっと冷えてきたなと思ったけど。もうなんかまた変な格好やな。なんかこう、スキー、ジャンプ台みたいにできそうな、こんな屋根の形状だね。あ、でも端っこ、上の方上がってないからジャンプはできんな。これ、ここか。なんか研究所、美術館。なんか美術館っていう字は読めたな。なんか研究所っていうのは字も一瞬読めてんけど、何やってんの。左方向行きません。こうまっすぐ行きます。橋渡らずに行くんで、うわ、橋戻って、橋渡れって案内になった。橋は渡らんぞ。このまままっすぐだぜ。まだ折り返せって言ってるな。ラーメン鉄山港って、あの鉄山港、あの鉄山港なんか。そこまで行ったらもう琵琶湖じゃなくて川でいいんかな。あ、向こうの道路か。上で渡ってる。ここは線路で、あそこ左折だ。そしてこの上を渡って向こうへ行くと。ここはもう琵琶湖じゃなくて、琵琶湖から流れてる川や。川でいいんかな。わかんねえけど、まあとりあえずこれで向こう渡りましたと。はい、さあこっからが本当の後半戦や。19キロやったらやっと半分か。こっからはそんなひどい渋滞は多分ないと思うんやけどな。まあ思いたいっていうのもあるんやけど、まあ、4.6 キロだからもうちょっとなんだけどね。やっぱちょっと混雑してるからがなかなか進まんね。なんだ、大阪や。わりかし古い建物残っとるね。ここもなんかああいうのはちょっといい雰囲気やわ。あ、これ何、路面電車走っとんか。へえ、そうなんや。こっちか、曲がっていってみっか。
なんか目の前のここもなんかすごいな。結構、まだ行かないかんのけ。あ、ここか。もうちょいやね。そっか、この辺か。突き当たりあたりやな。あ、これ西堀って言うんか。あれ、いろんな言い方ですね。西堀、西堀、西堀。うん。いや、あれやね、ここは西堀やったの。この辺なんやけど、どうも。この辺。そりゃいいんやけどね。大見神宮前。あ、ここか。ちょっと待って。ここって。あ、あそこパーキングであるし、その奥やね。うん。うん。でかいね。でかい。びっくりした。なんかさっきのあこう信号突き当たりのこのお寺もなんかでかくてすごかったね。ああ、確かに。もうまあ鳥も入っとし、今でいいかな。あれ？何？これはちょっとバッテリーが弱っとんかい。あ、そうなの。分からんか。そしたらはい、じゃあちょっとよろしく。はい、いいっけ。いいか。はい。はい、せーの。よし、ほんならじゃあよろしく。はい。はい、せーの。はい。あ、ありがとう。いやぁ、二人で来てたおかげやね。携帯が多分あの高速充電対応やし、多分それであの電力たくさん使ったんかもしれんわ。お参りするところはそっちやね、左側の方なんか早い参拝者っていう、なんかグーグルの引いたルート、はい、絶対これグーグルらしいわっていうところ何箇所かあったと思うけど、もうそんでもバイクすれ違うし、あ、みんなもグーグル使っとんやなと思った。あ、そうやね、新予算か11月、そうやね。11月ですか。うん、11月の何日やったかな、本当の日。うん、本当は日決まっとんやけど、はい、今時は日決めるとなかなかお参りできんし、なんか大概11月中ならいつでもみたいな感じにしなしとるわ。よし、でかな。本当に音ちっちゃいですね、シャッターを。うん、そうそう、やし自分でも鳥とか分からんのやって。こっからお参りか。ここはいつも通りの二礼二拍手一礼でいいんかな。あ、この修行の三門、ちょっと向こう側からだけちょっと写真。うん。捕獲やったらこの辺で入るか。あ、やつこ、どっかそこ入って。よいしょ。カーリングがなんか特徴的ですね。うん。よし。取れたかな。本当聞こえんね。取れとんかな。今何時になったっけ。今。もう4時になるね。ちょっと思ったよりも時間かかったね。ね、せっかくわざわざあの橋渡らんと、はいはいはい、今度全部回ったぞと思いながら来たけど、
渋滞で、なんか、もう、うわー、渋滞やーって気持ちの方が勝って、なんか、ちょっと感慨深いもんは感じんかったなと思って、そんなにたくさんはいらんけど、あ、色がす、ちっちゃいやつ飲むか。うわ、冷たい、頭痛。さてと、かかるかな、一発で。ああ、何や、そこ坂道アタックや。ほんで7カ所、あと3カ所あんね。そうですね。そのうち、10カ所、11じゃなかったですか。いや、10カ所。あ、10ですか。うん。そのうち1カ所が、あの、もう一個なんかそのちっちゃい神社やし、そこもちょっと、泊まりたいなと、はい、もう一回セル回してみっかな。ダメやね。よいしょ、はい、OK。 いや、ほんまにトラブル、トラブルがあったけど、とりあえずなんとかなった。ループみたいに書いとるのか。ああ、ここあれか。湖西道路かな。湖西道路やったっけ。あの、バイパスみたいな道路。あ、次、あの、こうやって、161。うん。なやこれ、なんかナイロンかな、網かな、なんか飛んできたんやろな。ガソリンメーターと一向きだと何キロと走る。93キロか、まだまだ走るな、うん、で本当の帰り、最後の最後、高速乗る前に90ぐらいでいいかな。そりゃこれ反対車線渋滞やね、ずっと。ほんとすごい渋滞やな。普通の自然渋滞か。いつから渋滞しとったっけ。気がついたらもう渋滞してたね。あ、こんな信号のない、こんな道路でもこんな混むんやもんな。なんかあったんかな。あ、でもあの辺で切れとるし、あの辺りがとりあえずの最後尾なんかな。妹子の里ってこれ、なんか小野の妹子と関係あるんかな。ああ、思い出した、牧野高原やわ。それが最後かな。まあ、白髭神社の後やわ。ちょっとこの時間帯と薄暗くてあんま綺麗じゃねえな。しゃあねえっちゃしゃあねえな。でもちょっと暗くなる前にはな、行きたいけどどうかな。微妙やね。あ、終点。終点まで来たぞ。そんな、こんだけ手振ったんだったら、あの、松前町のあの、バイク武者軍団のパレードで手振った以来かもしれんの。ああ、これ本当に手振りっぱなしだったしね。湖西道路は終わったけど、結局まだまだこんなバイパス続くんか。さっき10キロ道なりでしょ、10キロ地点がここやったんか。で、こっからさらに、あとどんだけ7.8 キロ。もうちょいやね。今回の移動距離も結構あるね。下降りてきた。なんかライトつけた車も出だしてきたな。やっぱ暗いね。なんとか日没前に牧野高原は行きたい。なんとか八千くんを連れて行きたいな。お昼食べたの結構持つな。やっぱりもう年取ったから代謝落ちとるんかな。なんかソフトクリームどっか途中で欲しいな。欲しいなっていうのは、欲しとるわけじゃなくて、
行事的にやらないかんかなと思ってたんやけど、別に食べたいかというと食べたいわけじゃないんやけどな。まあそれにちょっと気温も下がってきたからね。ちょっと待って、今の看板文章途切れてると思ったら2枚に分かれてた。20度か。やっぱ日が陰ってきたら20度でも結構嫌を感じるわ。あった、鳥居が湖の中に立ってますよ。ほらあれ、この辺やな、どっかこの辺やね。さて、干したらチェックを先にやってしまおう。そうですね、どにかしはもうヘルメット脱がんでいいと思うんやけど。なるほど。近江最古の大社、だから大社の大社かな。だから出雲大社も本当は出雲大社って呼ぶのが本当らしいんよ。へえ。でも時間もありやし、ここだけお参りにしとく。あ、逃げやった。横断危険。横断危険です。危ないね。確かに危ないわ。な。チャンスは。もう取れる？お、取れます。お、チャンスは。入った。セルフタイマーやしね、もうしょうがない。よし、どうや。あー、絶対入ったわ。絶対入っとるわ。あしっかり入ってますね。まあ、だから、ヤチ君のもらって、それで満足するわ。バッチリエンジンかかったね、一発指導で。いやー、なんかそんなに電気食うんけ。携帯の充電1個増やしただけで、そうやったんか。そうならんために LED 化をいっぱいしてきたんやけど。あと2箇所や。あと2箇所や、頑張るぞ。時間的にはね、まあ5時だから、遅いわけじゃないんやけど。なんかどうしても暗くなるっていうのがあるからな、しょうがねえわ。あと牧野高原のところもなんか施設のところがポイントなんやけど、そこは6時で閉まうんやったっけ。5時かな。まあ閉まっててもまあね、そばまで行きゃいいんで。あ、これですよ、東寿の里か。東寿、何や東寿、藤の木。中江東寿生誕の地。あ、その東寿、そう、近江成人。いやー、わからんわ。はい、ここでーす。ここ近かったね。ったね、うん、確かに。よし、ここ終わったもあと最後1箇所や。1箇所っすね。スタンプゲットで9個になっとるかな。おー、9個になった。はい、あと最後1個やね。いきます。はい、はい、はい、サンキュー。ん、あったかい、あんな。中江東寿って誰なんやろな。いや、ほんとに不勉強ですね。うわ、すっかり暗い。営業時間終了している可能性がありまして、なんか5時までって書いてあったよな。遅く見積もって5時かなと思ってたけど、さらに遅くなったな。ああ、そうか、遠回りしたせいかもしれんな。あれ、せんかったら、牧野も5時ぐらいには着いてたのかな。あれなんよ。
どこやここ。近くに若狭街道っていう道があるな。何号線やろ。どうかまあその辺りやわ。その辺りの山よ。ああ、あこうか。287号。森田すぐやな。ギリギリ、ギリギリもう夜になってない。世間でも夜って言うかもしれんけど、ギリギリ自分的には夜じゃないうちに着きそうです。ほら、牧野高原書いてある。ここまで来たらもうすぐそこやね。まだ5時半なってないんやけどね。あ、でもまだ冬至なってないからな。冬至に向かってどん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 日が短くなっていく。8時半、あ、違う、9時半や。8時半からで17時半だから。9時間かかったな。あ、でもいろいろ楽しかったね。ここでーす。ほら、ここ、ここ、ここ。ここがそうです。とりあえずポイントまで行くか。ここら辺じゃなかった。ここやね。よいしょ。ちなみにここが最後のチェックポイント。あ、そうだ。もう施設閉まっとるし、はい、奥まで入らん意味ないし、まあ、とりあえずどっか U ターンして一遍そこで、はい、あのチェックだけしよう。ゲット今で10個溜まったぞ。はい、もし10になった。そしてと取っとこう。夜景モードでどこまで行けるかっていう。すごいよね。あ、街灯って反対側しかねえんか。ああ。ちょっとバイク電気切った方がいいかもしれんわ。うん。こっちのが、ライトが明るすぎて。うわ、すげえ頑張っとるな。ナイトモードで。うわ、微妙やな。あ、やちくん。俺、バイク向き変えて、ワニのヘッドライトで照らすか。映るけ。またなんかちょっと面白い雰囲気やね。なんか通り過ぎる車両のライトで案外映るね。ちょっとそこで。はい、行きまーす。いやー、暗くなったね、すっかり。あ、もう建物写真は撮らんだな。まあ、暗ったしな。うん。まあまあ、代わりに、あの、メタセコイア並木の写真を撮ったっちゅうことで。はい。あ、あ、ここにあるわ、JSS。はいよ。はいよ、変わるよね。はい。今、ちょっとナビで引いてみたんやけど、はい、昨日もと言っても、爪は行っても、爪はとちょっと若干距離あるんやけど、でもただ結局、昨日もとまで行ったら高速乗る距離が長なる、トータルで変わらんと思うんや。はいはいはい。うん。だって、爪はから向かうけどいいって。あ、大丈夫ですよ、ね。うん。はい、なら、じゃあ爪はからで。はい、じゃあ出発。じゃあ、鶴ヶインター。ここで6時20分やから、まあ、時間的には遅くはならんやろね。北陸道高速乗りました。このままの、また朝集合した雨午前で、最後解散となります。あ、なんかちょっといい匂いした。こっち側ってなかなか入らんからな。右に用ってどっかあるんけ。あるな。
えらい端っこやな。まあ何よりマシやんけど。疲れたね。疲れました。うん。いやお疲れ様でした。うん。いやまだお疲れ様じゃないよ。まだ宇治帰らない感じやし。そうですね。うん。はい、スタンプ10個特典これですよ。これはあの割引のやつね。うんと、ちょっとメガネかけんとよく字が読めんな。申請フォームに入力してください。これなんかめちゃくちゃ入れるとかあるんですか。こんなほんとや、あれニックネームやもんね。これ何でやったやろ。わかんない。あ、もういいよ、もう帰ってからゆっくりやろう。帰ってからやろう。まあ、あと本当にもう気をつけて、はい、ね、最後までね、頑張ります。うん、もしかね、まあまあ自分ももうあとちょっとやと気抜かんと、うん、行くわ。うん、はい、ならじゃあここで私はお別れです。はい、さよなら。よ、気をつけて。またツーリング行きましょう。で、まあ時期的にもうシーズンオフみたいなもんなんですけどね。はい。それでは、あ、信号青や。ここ止まって、止まりながらフェードアウトやとちょっと、なんか流れ悪いなと思ったからちょうどよかった。はい。おしまーい。